はい、よろしくお願いします。どうもハイチです。それでは引き続き青いゼミの中塚先生と一緒にね、喋っていこうと思います。お願いします。お願いします。お願いします。緊張解けました？いや、ちょっと肩の力がまだ入ってますね。入ってるんだ。入ってるんだ。はい、丸付けしないまま終わっちゃうと、うん、テストでも同じ答え書くでしょ。それって勉強した意味なくないっていう、まあ、ただそれだけの話ですね。本当シンプルな話ですね。結局勉強って、分からないことを、まあ、少しずつ分かるようにしていかないと、っていう点数は上がらないわけですよね。成果としては目に見えてこないわけですね。まあ、この NG な勉強で結局多分皆さんは、まあ、最終的には点数を取りたいっていう、まあ、話がね出てくるかと思うんですけど、まあ、そうなったらやっぱり自分ができないところを少しでもできるようにしていかないと点数で上がらないですよね。いつするかってやると、まあ、すぐするのがベストですよね。これも一番だと思います。時間経って丸付けして×でしたって何が間違ってたか覚えてないですもんね。どこで計算ミスしたかなんて。そうなんですよ。ただのミス、この問題が不正解でしたって事実しか残らないんですよ。ってことはやり直しができないから、結局さっき言って解き直すともう一回やるしかないんですよね、一から。そうなんですよ、ね、だから結局無駄になってしまうので、まあ、これ分かりやすいのが丸付けした後に、はい、もう一回解いてみたら分かるんですよね。例えばまあ10分後とかにもう一回解いてみますっていう時に、明らかですよ、あの丸付けをするタイミングでその10分後に解けるかどうかの効果が全然違いますね。いろんな問題、いろんな人がやっても多分かなり傾向として出ると思いますね。本当丸付けのタイミングとか丸付けするかどうかっていうだけ、本当ちっちゃなこと、当たり前のことなんですけど、でも当たり前だからこそやってないと差がつくんですよね。そうですね。使う問題集にもよって、まあ、大きく違うっていうのがありますね。まあ、比較的その難しいというか、自分が解いた時にもうほとんど罰がつくような、はい、まあ、問題集がもしやってるんだったら、もう1問ごとに丸付けした方がいいですね。結局丸付けしてその後に解き直しをしてできるようにしてたいわけですから、罰がつくやつっていうのはもう10問罰が続いたやつって1問目何やったか覚えてないぐらい分からないんですよね。分からないんですよね。なんで間違え続ける問題集だったら1問ぐらい、1問ずつぐらいね、やった方がいいかなと思いますね。まあ、ものによるんですけど、中塚参考書としてはだいたい7、8割ぐらいはね、できる参考書を選ぶといいと思ってるんですよ。7、8割、あ、自分が見た時に見た瞬間に、あ、7割方できるかなって思うような、たまにちょっとあれこれまずいかもぐらいがある。あ、そうそうそう、あ、なるほどなるほど。10問あったら3問ぐらいこれまずいかも、あ、7問ぐらいはなんとなく解き方わかるなみたいな感じのものを問題集と選ぶといいと思ってます。まあ、理由は結構モチベーションが続きやすいからってのが一番大きいんですよね。あの、分からない続く問題集って、あの、100ページ続きます？最初はなんかやっぱやれる気するんですよ、難しい問題集も。でもやっていくとやっぱりね、力尽きるんですよ。やっぱ人間って結構そういうもんですよね。大体問題集最初の、まあ、2割ぐらいで止まるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ、はい、それよりもやっぱ10割ちゃんとやりきる方が大事なので、そうですね、そう、7、8割ぐらいは分かるような問題集を選ぶといいですね。なるほどなるほど。で、そういう問題集だったらその1ページとか、まあ、2ページとか見開き1ページとかお気に丸付けをして、答え合わせする感じでも十分なんじゃないかなと思いますね。例えばその中レベル間でやった時も、じゃあ苦手単元が来た時に、今まで8割あったんだけど、 あれちょっとまずいって時は、じゃあそこのページはあの1問ずつチェックしたりとか2、3問チェックする、まあ、そのバランスですよね。そこで、いや、本当そうですね。その通りですね。なるほどなるほど。逆にそういう問題集使うと自分が苦手なところもはっきりしますよね。あ、確かに。最初から10割型全部×のつくような問題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじゃないですか。全部苦手に見えますもんね。確かに。7割型使う、あの、いける問題集を選んどくと、あ、ここはあれ3割しか分かんないみたいになってくるんで、苦手単元が見つけられるっていうのもいいところですね。それぐらいの問題集を使って、はい、で、丸付けはあの、ちょっと苦しい時は頻度高く、はい、ちょっと1問取りはすぐやるくらいな、はい、気持ちやるのがいいんじゃないかなと思います。なんかやることばっかぶずらーって並べちゃうんですよね。で、多分この9月になった時に消化しきれなかったと。それに対して何の勉強をすると点数が取れるかっていうのが決まってきて、大学の受験勉強始めたの多分11月ぐらいだったかな。高3のっすか？そうなんですよ。あ、マジですか？これもあれですけど、倒れちゃうんですよ。